大変だよ博セブン関東クラス別75キロ超級優勝おめでとうございます。関東クラス別、普通に各地方の大会で上位入ってる人も普通にいるんだなっていう、当日まであんまり見ないでおこうと思っていたんですけど、前日になってちょっと気になっちゃって、インスタとかツイッターで調べちゃったんですよ。なるほど。そしたら東日本ボディビル75キロ超級優勝されてる方だったり、ミスター茨城のボディビルチャンピオンだったり、東京で75キロ超級で優勝じゃないけど入賞してる人、4番のクラス別ね、そうだったり結構いるんだなみたいな、正直不安だったんですよね。俺と博さんちょっと似てるのが、2時間後優勝してきますって絶対言えないじゃん。言いたくないのよ。それを言っていい人って超絶強者で、もう本当にすごい超レベルの高い大会に出てて、例えば横川君とかが言ってぶち抜いて優勝するとかっこいいじゃん。そういうこと言う人って優勝してねえのよ。羽賀君の謙虚さっていうのもこの成績に現れた。羽賀家みんな本当に激動の7月、ああそうか、いろいろして、まあね、いろいろ、まあ、おばあちゃんも、ね、今回の羽賀君の、ね、優勝見てると思うし、そうだから、高校にも書いたし動画にも言ったんですけど、レベル感的には本当に内定6部試合じゃないかもわかんないけど、やっぱりいやそういう試合でしょ。そう本当にほっといい報告できたなというのがあって、まあ、勝ち名乗り受けた時にですね、まずここに浮かんできたのが、おばあちゃんやりました、僕やりました。いやなんか本当ちょっと話ずれるけどさ、結局そのおばあちゃんがいなかったら今の羽賀君もないし、その羽賀君のこの筋肉もないわけさ、このハムもないわけさ、おばあちゃんがいたからこその今の羽賀君だから、俺もやっぱりそのこの前実家帰ってきてお墓参りとか行ったし、ああ素晴らしい。今の若い子たちっていうのはそのお墓参りとか絶対行った方がよくて、その人たちが一人でもかけてたら今の自分はいないわけさ。次の大会に関してなんですけど、次は9月の3日です。こっからどう調整していくかがすごい鍵、この1ヶ月と1週間を過ごすっていうのはすっごい大変だよ優勝本当おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ西倉とさやさん来週なんで、まあ、頑張ってくださいっていう。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。